一緒に学ぼう SDGs、ブルドックス名古屋キャプテンの今広隆です。ポジションはミドルブロッカーです。僕が子供の頃はプロ野球選手になるのが夢で、ね、まあ、野球は中学生の時に部活動でやってたんですけども、高校に入るタイミングで、まあ、身長も大きかったですし、まあ、バレー一家だったっていうのもあって、まあ、いろんな理由で、まあ、バレーを始めました。まあ、体は他 の同世代の、子たちよりは大きかったですし、まあ、こうアタックが決まる快感だとかブロックが決まる体感っていうのがすごい、それがすごい気持ちよかったのが、チームスポーツなので、まあ、特にバレーボールは、同じ選手が連続してボールに触れることができないので、誰か一人の力で勝つっていうんじゃなくて、チームの力で勝つっていうところが、まあ、バレーボールのこう魅力っていうか素晴らしいところじゃないかなっていうふうに感じてます。まあ、その当時は大学に進学して、教員免許を取得して、で新潟に教員になってこう帰ろうというふうに、それがまあその当時のまあ夢というか目標だったんですけども、まあ、そのためにこうどうしても大学をまあ辞めるわけにもいかず、バレー部を辞めるわけにはいかず、本当にまあ何ですかね、根性じゃないですけど、まあ、絶対にもう辞められないという気持ちで、まあ、なんとかこう続けてて、大学4年生の時にようやくコーレギュラーに定着して、まあ、そこから、まあ、当時トヨタ合成トラベルサーにまあ声をかけていただいて、まあ、プロ練習の道がこう開けたっていうところになります。高校で始めた時は、まあ、最初は、隣の学校に勝つことが目標でしたし、まあ、その後は大学に行ってからはレギュラーになることが目標だったりとか、まあ、本当に小さいこう目標をちょっとずつこう達成してきて、それでまあ今に至っているっていう感じです。やはりこうプレッシャーはいろんなところから感じますし、いろんなこう選手がいるので、いろんな考えの選手だったり、40歳近い選手からまあ22歳の選手までこう年齢層も幅広くいる中で、いろんな選手をこうもまとめる仕事ができるっていうのはすごい僕にとっても、僕も成長できてますし、まあ、非常にやりがいのある役割かなというふうに感じています。私子供3人いて、一番下の子が今年の夏に2歳になるんですけども、まあ、その下の子が、まあ、僕のバレーボール選手だった時の記憶があるぐらいまでやるっていうのが今の僕の目標なので、それが家族がかなりモチベーションになってます。オフシーズンになると、まあ、土曜日曜とか休みが取れるので、まあ、子供と公園行ったりとか、まあ、買い物行ったりとか、まあ、よくある普通の、お父さんをしてると思います。それはでもね、子供に聞いた方が一番早いと思うんですけどね多分めちゃめちゃ怒ってる父親だと思いますよまあ、スポーツでも芸術でも、まあ、何でもいいんですけど、まあ、なんかこう熱中できるものが一つこう見つかるといいなというか、まあ、その手助けがこうできればなと思ってます。 SDGs。 ここで SDGs に関するクイズです。大阪のカフェで話題のエコプレッソという商品、一体何がエコなんでしょうか？エコプレッソ、エスプレッソに何かやっぱり関係してるってことですよね。わかりました。これ当てに行きます、本気で。マイマグカップを持ってきたらおかわり無料。え？正解はカップが丸ごと食べられるでした。え、食べれるんですか？カップを食べれるようにするっていう発想はなかったですね。クッキーでできたこの食べられるカップは、ゴミを出さないという発想から開発されました。そういうエコだったんですね。クッキー、時間が経つと内側のクリームが溶け出し、コーヒーが程よい甘さに。はあ、なるほど。他にも温かいミルクを注ぐだけで抹茶ラテやカフェラテが作れるタイプもあり、
手軽でゴミを出さないエコな取り組みが今海外からも注目されています。あのマイボトルみたいなのを持参したりとか普段結構やるんで、そういうところで自分としては取り組んでるつもりだったんですけど、全然違う発想で、まあ、ちょっとびっくりっていうか、でも順番としてはクッキー食べてからコーヒー飲みたいですまあなるべくこうあのマイバッグを持参して、まあ、コンビニとかあのスーパーとかでレジ袋もらわないようにとか、あのプラスチックのものをなるべくこうもらわないように、あとはなるべくゴミを出さないようにっていう意識は持って生活しています。さまざまなことに挑戦して、好きなものを一つでも見つけてそれに熱中してください。